四時期はぐろ神社は、長崎県南松浦郡新上五島町を言いわせ、浦郷に鎮座する神社である。奈良尾東係のうぶすな神として数形された。天馬神社総当玉命のち、時分け王名を主催神に、菅原道真、天野保日野大臣の二柱を廃止する。廃止神の菅原道真と天野保日野大臣は、近年社殿が倒壊した同郷の天馬神社の祭神であり、 その際合詞されたと思われる。総建年は不詳だが当初、ハグロゴンゲングと称していた。社殿ムナフラやシャキには、再建立年状況公使9月とあり、後藤藩藩主の祈願書として再建されたとある。その経緯より、歴代藩主の江戸三勤等の入りデフには、旅の安全や公開安全の祈願を行っており、その際には7番から12番の神学部も奉納された。 また、当社には、当時の藩主による祈願文も残されている。文久4年の社殿改築の際はすべてを藩費で、まかない、人頭式には、藩の寺社舞踊、大観を出張させこれに当たらせた。明治3年に、四時期羽黒神社に改称し、翌年に孫社に列せられる。同43年6月25日に、校内の尾崎神社、稲荷神社、恵比寿神社、 縦岩神社、羽黒神社を合祀する。大正3年5月5日に、新鮮兵白陵とも新神社に指定され、同11年9月12日、合社に列せられる。なお、小崎神社は、その後、旧来の鎮座地に、福祉されている。境内者の大見は、稲荷、琴平、八坂神社住吉、山の神神社その他の岩瀬浦郷の神社に、小崎神社、琴平神社がある。 また、隣接する奈良大里に奈良大神社が、東神の裏郷に大王神社がある。ありがとうございます。